失礼します。私はテラと言います。待っておったぞ、ヘラクスの弟子よ。アンバースのことか。はい、マスターイエンシッド、あなたの知識と検察を伺いに参りました。マスターはよせ、わしはもう退いた身だ。しかし、先ほどあなたのお弟子様とすれ違いました。彼はキーブレードを。ミッキーか。あれには困ったものだ。まだ修行も済んでおらんというのに、世界の壁を越える星のかけらを持って飛び出してしまった。あれに触れてはならんと言っておいたのだが、ミッキーもお前と同じキーブレード使いとしての使命を感じたのであろう。なぜアンバースが出現したのでしょう。それにマスターゼアノートの失踪、私は仮面の少年がアンバースを操っていたという情報を得ました。アンバースの出現とゼアノートの思想、何か関係があるのかもしれんな。アンバースとマスターゼアノートに関係が。いや、考えすぎか。テラよ、まずはゼアノートを探すのだ。わかりました。まだ妄念に取り憑かれておるのか、ゼアノート。テラ、マスターゼアノート、テラ、私のもとへ来るのだ。